はい、今回は、大ゲイマについての布石をやっていきたいと思います。はい、それではお願いします。はい、この大ゲイマ始まりですね。今一番人気の布石かもしれませんね。まあ実践の進行ですね、これは。まあ一番わかりやすい定石ですね。はい、ここまでがまあ定石となっておりますね。まあコスミツケたんですけど、まあ挟めばまあ一番普通ですね。で、まあこうやってこういう進行が予想されます。まあちょっと凝り型で、辛いのかもしれませんね、白が。はい、まあ、これは一つの、手ですね。まあ、主張がいい時に限りますね。うん、ちょっと難しいんですが、まあ、こういう形があります。はい、まあ、ここで、まあ、飛びとか、タゲ譜にやれば普通かもしれませんね。ちょっと伸びがこの場合嫌だったんですけど、なのでまあ一回ちょっと当てからこうやりました。はい、ここの時にこっちで押さえて打ったのが、機敏だと思いますね。普通は受けなんですけど、押さえて打てたのが、この場合は良かったと思います。はい、こっちから打つのも手筋ですね。はい。こうやって、また先手、取りまして、ここに、詰めれたので、これは黒が走った布石で成功の布石だと思いますね。で、こうやって飛び。まあ、この手はちょっと硬すぎてて、これですと実戦のようにこうやって囲いまして、これはもう結構ここがすごい巨大な地になりましたから、これは黒がだいぶ優勢な碁ですね。はい、実戦はここから入りまして、こうやって、はい、まあ受けたんですけど、この手がちょっと僕は甘かったかもしれませんね。そうですね。まあ一回なんか飛びぐらい打ってても、打ってからでも、もしこうやらしてからこうやいう感じの方が僕は良かったですね。ちょっと実戦はちょっと効きすぎ、ちょっと硬く受けすぎましたね。ここが筋ですね、白は。ここはうまく手をつけられてしまいましたね。まあこのぐらいやってもよかったですね、僕は。まあもしこれなら、まあ抜いといて、まあ次でしたら、まあここは荒らされるんですけど、まあ、こっち這い込んでですね、こういう感じの方が良かったですね、僕は。抜いてるのも大きいですから、実戦は全部ちょっと効きすぎてしまいまして、ここが先手取りでね、こっち這う手も
魅力的だったんですけど、ここが全部先手になりますね。で、こうやって、まあこうやっていったんですけど、まあちょっとね、ここが実践のように、まあ実践こう切ってきたんですけど、まあこう切ってきまして、まあ一応ここのコウ残りなんですけど、まあこうやって消しになったんですけど、意外とこれで真ん中が結構大きくなりまして、難しい碁になってしまいましたね。なので、まあ、ちょっと81がちょっと反省点ですね、この碁は。もう一回104と飛びとか、この切り違った時に、これはちょっとね、ちょっと誤りすぎでしたね、これ先手で。こう聞かされては。が、ちょっとこの碁の反省点ですけど、まあ、ここに75と、囲った感じでは黒が優勢でして、この5と打った大ゲイマジマリの布石も成功したと思いますね。はい、じゃあこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。